海道知床第一ホテルさんからです。ドーンとマルスコイ CM の客室乗務員バージョンを作ってください、出演もお願いしますね、ということでした。ドーンとマルスコイって何ですかね。アミーマルスコイですかね。知ってらっしゃいますか。はい、私北海道出身なんですけど、小さい頃よく知床第一ホテルさんの CM をやっていて、でそこで豪華なバイキングの CM をすごいやってたんですけど、そのマルスコイですかね。すごい気になりますね。お腹が空いちゃいます早く行きたいです ね。じゃあ知床へレッツゴー。知床第一ホテルにやってきました。来ました。じゃあ早速スタッフの方に詳しい話聞いてみましょうか。はい、行ってみましょう。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はドーンとマルスコイの客室乗務員バージョンの CM を作りに来たんですけど、はい、あそうなんですね。あ確か北海道ご出身でいらっしゃいました、はい、もしかしたら覚えてるかもしれないんですけど、これ見ていただいた方が早いと思うので、はい、ちょっと見ていただけますか。ドーンとマルスコイ、選びきれないほどのワクワク感と食べきれないほどの満足感がおかげさまで大好評。圧倒的スケールの80品バイキングと活気に満ちた屋台広場、美味しさと食べる楽しさがここに。何度でも味わいたくなる食のお祭りをドーンと体感してください。知床第一ホテル。すごい美味しそうで、これ見てたらお腹が空いてきました。いろんな甘いものやら辛いものがいっぱい入っています。でこだわりが強いバイキングを楽しんでいただきたいなというふうに思っています。じゃあそのこだわりをアピールポイントとして、そうですね、今回 CM を作らせていただきますね。はい、じゃあ早速会場に行きましょう。はい、食べるぞ。屋台をモチーフにした会場です。すごい可愛いですね。なんか懐かしい、はい、バタガシとかもご覧いただきます。こちらでお刺身も特にすごい。あ、こっちの方のそうですで取れたもの、はい、一人一人に引いて感じなんです。すごい、なんか特別感がマルスコイってどういう意味ですか。はい、マルスコイというのはロシア語でして、海のとか海が見えるという形容詞なんですね。はい、それをレストランの名前にいたしました。実際にじゃ海は見える。はい、ここは見えないんですが、2階にもう一つ同じ名前のレストラン、朝食会場がありまして、そこはもうオーシャンビューです。そうなんですね。明日じゃあ、ね、一緒に行こうか。美味しい。めっちゃ柔らかそう。お酒はこのままが美味しいので、うん、切ってませんね。丸かじりしてみて。すごい。気持ちいいですよね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ちょっと並びがきれいに。ありがとうございます。すごい音。じゃあお刺身からいただきます。ソイからいただきます。揚げたって感じがする。揚げたてですもんね。あったかい。すごい。じゃあ、はじめに構成から考えていきましょうか。はい。うん、どうしようかな。まずはマルスコイをメイン。一番最初に大きく。はい。バーの感じ。
食事です。魚撮影頑張ってください。頑張ってきます。頑張るぞ。それじゃあ早速撮影に行きましょうか。行きましょうか。撮れてます。いい感じです。いい絵撮れましたね。はい、撮れましたね。あとはエントランスで最後決めポーズだけして終わりですね。そうですね、はい、もう一息頑張りましょうか。はい、頑張りましょう。ドーンと丸すこい。これで全部撮影終了ですね。無事に終わりましたね。お腹いっぱいです。ホテルの方から聞いたんですけど、グラマラスバイキングって言うみたいですね。そうなんですね。なんかグランピングみたいで流行りそうですね。ね、流行りそうですよ ね。皆さんもグラマラスバイキング体験してみてください。それでは素敵な CM ができましたのでご覧ください。どうぞ。ドーンとマルスコイ。あの80分バイキングが今年の進化。楽しい料理のエンターテインメント。知床第一ホテル。